コンジネタの海の親ウォッチでーす。いやー天気がいいな、すげー天気よ今日。というわけで今日はね、僕はね気分がいいということで原宿に来ちゃいました。いや本当今原宿にいるんですよ。ちょっと今この場所だと、まあ、背景的に分かりづらいと思うので、じゃあちょっと原宿っぽいスポットに行ってきますね。本当に今原宿にいるんですよ、見ていてください。行きます。ここで分かると思います。今僕は、はい、原宿に来ています。奥に看板があると思うんですけど、今日はね漢字系 YouTuber の僕が原宿を散歩したいと思います。今日は楽しんでいきたいと思います。はい、竹下通りに来ました。やっぱ原宿といったらインスタ映えするスポットたくさんあると思います。だから今日はせっかく原宿に来たということで、いろいろねインスタ映えするスポットに訪れたいと思います。よし、早速行くぜ。結構ね、混んでます。混んでいるので、整理券をね、もらってきました。こちら。じゃあ待ってる間に、下の階のお店、スイーツレインボー原宿に行ってみたいと思う。今、順番待ちですよ。店内は結構ね、カラフルで、綺麗。混ざってこんな感じ。綺麗な。すごいっすよ。じゃあインスタ映え、ウェイ、鏡が多い、綺麗ですね。壁紙がとにかく虹色、赤だいだい黄色、こっち色、原宿を僕で見たいな、なんて。というわけで買ったぜ。いっぱいなんかねこうロールケーキっぽいのが入ってる。ちょっと角度的にあれなんですけど、美味しそうだね。じゃあいただきます。まず最初このいちごから食べていくよ。うん、ひんやりして、うん、もうすごいインスタ映え、フルーティー、甘くて酸っぱくて美味しい。これとか、うん、ひんやりしてて美味しいですね。美味しい、した方がいいよ。レインボー、虹色、うん、味もまるで虹色。やば、まさかの俺より言ってるハプニング。もし降りちゃった、仕方ない、これで食べよう。降りちゃった、やば、アイス硬すぎる。よし、はい、完食、ごちそうさまでした。美味しかったね、いろんな味が楽しめる。待ってる間にホテル買っちゃった。おい、すごいな、チョコナガ、これ長さがドング、ボンガ、ボンゲス3段階あるんですけど、一番長いです。ボンゲスチョコナガよ。でもやっとね、整理券に渡してやっと店の中に入りました。あのレインボーワターメン食べたいな、これすごくない？なんか強そうじゃない？これで抱えちゃうね、原宿の剣士だ。待ってる間に食べるか。いただきます。おいしい、めっちゃ正直いける。ケチャップつけようと思ったんだけど全然つけなかった、ついてないのと一緒だね。いらっしゃいませ。さあ、ワタアメ、ついてきました。僕ワタアメ食べるの初めてなんですけど、美味しいんですか？美味しいですよ。でも全部味が違うので。そうなんですか？どんな味があるんですか？上からストロベリー、レモン、メロン、サイダー、今からつけるのがグレープ味。7色です。5色です。
はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、やばい、カオスだ。よし、休憩。じゃあこのね、わたあめをね、食べていこっか。すごい、ふわり、ふわりしてる。わたあめ、今回食べるの初めてなんで、どんな味がするのか、そして食感はどうなのか、食べていこうと思う。甘いね。すごい砂糖の味がする。うん、いいっすね。中にね、この甘みっていうのがね、ギュッとなんか締まってて、それね、食べた瞬間に口の中で弾ける、ほつらせる、美味しいね。え、皮が暴れちゃう。いくよ。おい、完食。長い戦いだった。あれも美味しかったけどね。美味しかったんだけど、喉がね、乾いちゃいます。だから飲み物がね、セットで欲しかった。今回しょうがないけど、もしわたあめを食べるときは飲み物がセットであるといいと思う。よし、次はカルビープラス原宿行っていきたいと思う。はい、というわけで買ってきました。じゃん、ポテリコのサラダ味。じゃあ食べ歩きしよっか。うん、おいしい。思ったよりこれもっちりしてますね。出来たてでとても美味しい。めっちゃいい。じゃがいも感がある。うまい。すごい食べ応える。なんかね、居酒屋に置いてあるフライドポテトと似てる気がする。完食。あっという間だったね。そして竹下通りを出ましたよと。出ました。はい、漢字旅終わりました。イエーイ、お疲れ。僕今日はね、原宿に来ていろんなグルメを食べました。わたあめだったり、ポテリコだったり、アイスだったり、いろいろね食べました。どれもね美味しかったです、予想以上に。これなんかインスタ映えするだけじゃなくて味も美味しいって、もう一石二鳥、一石二鳥だね。で、人も多いしね、意気上々としてる。原宿っていつも賑やかで楽しい街ですね。僕は好きです。またこう原宿に行ってね、今日はまあグルメ中心に回りましたが、まあ、まだまだ原宿のね、見えないところ、いいところたくさんあると思います。また原宿に行ってね、別バージョンの動画を撮るのも悪くないと思います。今日は楽しかった。だからまた行きたいな、原宿。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。オッチーの漢字で作戦、チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価コメントも24時間365日待ってます。 Twitter や Instagram もやっておりますので、そちらのフォローもよろしくね。では以上です。 Subscribe to my channel、 オッチーの漢字で作戦。以上だった。動画を見てくれてありがとうございました。